神戸にある劇場型アクアリウム、あとは。そこには人間の言葉を話せる4匹の生き物たちが暮らしています。陽気なラテン系アカメアマガエルのアンドレス。ほら、こんにちは、アトアへようこそ。アトアのアイドル、緑フグのティアラ。ティアラ、ちょっとやきもちしちゃうな。なんで？だってお二人とも仲良しでとっても素敵なんですもん。アンモナイトのアンモーン長老。みんな仲良くリーズフル。奇跡の女の子、日本カワウソのお経。ねえねえ、一緒に写真撮ろう。せーの、もうじゃくれー。こんな楽しい4匹がお送りするアトアチャッターライブ。今回は YouTube チャンネル登録者数2000人を見事達成したお礼をアトアチャッターから皆さんに伝えたいとのこと。そしてアトアチャッターと応募していただいた皆さんの写真で作るモザイクアートのデザインも発表します。皆さん、2月末までにアトアの YouTube チャンネル登録者数2000人見事達成しました。イエーイ。YouTube 担当の小倉さんも無事に2000人達成して安心、これで YouTube を続けられるって言ってましたよ。あー、よかった。本当です。存続の危機は回避されましたね。ねえ、いや、これでまた YouTube で歌ったりできるってことだよね。わしの世界進出がまだ狙えるんじゃな。頑張るぞ。世界進出そうですね。中山館長が提案してくださったキャンペーンデスクでの勧誘がなんと大成功で、スタッフの皆さんが本当に頑張ってくれたんですよ。そうじゃったの。わしのショーの後も人だかりができて、お客さんとたくさん写真を撮ったぞ。ねえ、うちもたくさんさ、もうじゃあくれってやってさ、写真撮ったんだよ。ティアラもハートの青を作って可愛い写真たくさん撮ったよ。楽しかったな。本当に優しいお客様が多くて嬉しかったですよね。なので、今回は YouTube に登録してくださった皆様に感謝の気持ちを伝えましょう。伝えよう。それはいい考えだな。では、まずはアンモン長老からお願いします。まずは協力してくれた人間の仲間たち、ありがとうな。みんなのおかげでうちフォトモザイクアートが作れそうじゃ。この企画は1200人から始まったんじゃが、2000人への道も意外と早かったな。そういえばの、わしちょっと一つ気になることがあっての。わし YouTube をやっとるんじゃがと宣伝しておったらな、みんなに笑われてしまったんじゃが、あれ結局何だったんじゃの。まあこれからも引き続き世界進出を目指して頑張るぞーい。イエーイ、パチ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 。長老ありがとうございます。じゃあ続いてはティアラさん、お願いします。はーい。皆さん、 YouTube チャンネル登録者数2000人への道にご協力いただきありがとうございました。今回でたくさんの方がティアラの可愛さに気づいてくれたと思います。ティアラのおねだりを優しく受け入れてくれた素敵な皆さんと一緒に目標を達成できてとっても嬉しいです。ティアラちゃん可愛いから登録するね、応援してるよって、あったかい言葉もたくさんいただけたので頑張ることができました。本当にありがとうございます。これからももっともっとティアラの魅力を発信していくので、期待して待っててくださいね。パチ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 。ありがとうございます。では続いてお経お願いします。みんなみんな、協力ありがとう。めっちゃ嬉しい。なんかさ、うちはね、ちっちゃいさ、なんか友達がいっぱいできることが多くて、ちっちゃい友達といっぱい喋ってたら、トウヤンとかカーヤンが YouTube 一緒に見るから登録するよって言ってくれることがいっぱいあったんだ。いっぱい友達できて YouTube もいっぱい登録してくれて、めっちゃ
後に僕から、皆様、この度はアトアの YouTube チャンネルを登録してくれて誠にありがとうございました。入り口で立ち止まってお話ししてくれるだけではなく、僕のお願いを聞いてくれてすごく嬉しかったです。アトアの YouTube チャンネルを登録してくれている皆さんが僕の大切なアミーゴです。これからもアトアチャッターを盛り上げていきたいです。どうぞ応援をよろしくお願いいたします。お願いします。イエーイ、お願いしよう。パチパチパチそして登録者数2000人を達成できたので、皆さんちゃんと覚えてますか？うん、覚えてる。もちろんじゃ。みんなで撮った写真でモザイクアートを作ってアトアに飾ります。やったー、イエーイ、イエーイ。そして今日はなんとそのデザインを発表します。わー、やったやった。何かな、ワクワクしますね。よし、アンドレス発表じゃ。はい、任せてください。みんなで作るモザイクアートのデザインはこちらです。じゃーん、すごいすごい、カラフル、めっちゃかわいい。水色と黄色がとってもかわいいな。素敵なデザインですよね。上の文字なんて書いてあるの？おお、これか。英語でフレンドライクミーって書いてあるんだが、意味はちょっと変わったわしたちだけど友達になろうよ、そういう感じだな。すごいすごい、素敵な言葉ですよね。ティアラ大好きです、僕も僕も、僕たちアトアチャッターにぴったりの言葉ですよね。モザイクアートが出来上がったらまた皆様に報告しますので、楽しみに待っていてくださいね。さあ、目標も達成したし、これからも歌ったり踊ったりゲームをしたり、楽しいコンテンツを皆様にお届けしましょう。そうですね、 YouTube をご覧の皆さんもティアラたちにやってもらいたいことがあったらどんどんリクエストしてくださいね。これからも友達たくさん作ろう。改めて今回ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。これからもアトアチャッターライブをどうぞよろしくお願いします。お願いします。よし、ではみんな頑張っていくぞ。あー、フレンドライクミーチャンネル登録よろしくお願いします。